マビックミニの NT フィルターを購入しまして、前回テスト飛行をしまして、その結果 ND32PL マビックミニのマニュアルモードで ISO100 シャッタースピード60分の1、1080p の30フレームで撮影した映像です。やはりね、 N32 で ND フィルターつけて飛ばしたら白飛びしなかったんですよね。だから検証後にちょっと N32 を装着して飛ばしてみましたんで、映像をご覧ください。